夏まゆみさんが、スノーマンに語った言葉とは今夜放送、ソレスの未公開 SP。今夜9月22日20時放送の、ソレスノーマンにやらせてください。K は、未公開スペシャル。ゴールデン進出から約半年が経ち、ロケの合計時間は470時間にも及ぶが、放送できたのはそのうちたったの15時間。今回は、 冊子の都合で、なくなくカットした未公開シーンのほかロケ時間の長さから見て、放送時間の割合が低かった VTR をランキングで紹介する。夏休み特別企画、スノーマンに東京ディズニーリゾートを満喫させてください。で、東京ディズニーリゾートを訪れたスノーマンの9人。ロケを満喫する中、メンバーがキャラクターと間違えられるハプニングや、 スタッフに放った、渡辺の衝撃発言など、夢の国での未公開シーンをたっぷり届ける。さらに、広瀬すず、山崎育三郎、二階堂文、川島明、霧など、スタジオゲストとの未公開トークも、大放出。嵐、二宮和也は、まさかの、スノーマンよりストーンズを視線連。その理由とはそして、それすのが、 生前最後のテレビ出演となった夏真由美さんが9人ダンス日本一決定戦でスノーマンに送った最後の言葉とは今回は特別バージョンでスノーマン9人のダンスをフルで届ける夏真由美さんの思いにスノーマンのメンバーの目には涙がそれスノーマンにやらせてくださいは計にて9月22日20時放送